皆さん、こんばんは。アニン・チーと申します。マレーシアから参りました。本日は、え我々の後者の経験についてご紹介申し上げたいと思います。いかに文化遺産というものを革新的な方法で持って守っているかということについてお話したいと思います。本日の事例というのは、えジョージタンを祝うものであります。 そして我々は一つのイベントを通じてそのジョージタウンのユネスコが指定した世界遺産ということで祝うものでありますこちらがマレーシアです皆様方の中にはマレーシアを訪れたことがある方もいると思いますけれどもそのペナン州というのは北の方にありますそしてペナンの島にジョージタウンというのがあります そして、決して大きいところではありません、259ヘクタールということで、上野公園の約5倍の面積であるわけです、そのため、決して巨大なところではありませんけれども、ユニークな場所です。そして我々、われわれが常ョ山においては保護するためにいろいろ努力をするわけですが、3つの普遍的な価値というものを大切にしております。多文化のの貿易の 場所とといいうう要素というのがあるわけですウェブサイトでお,お読みになれば分かると思いますけれどもそれについていろいろとお話をしたいと思いますそれからその町は人々の生きた証というものが感じられるわけでありますそれから3つ目の要素としては非常にユニークな建築物あるいは文化というものが見られるわけですそして有形のものあるいは無形のものというものがこの3つの要素の中に盛り込まれているわけです そしてこの管理あるいは保護というものはいろいろなオブジェとか建物とか拠点とかアーティファクトというものを管理することができるのは有形であれば非常にしやすいわけですしかし無形の文化遺産だったらどうでしょうか例えばアイデアとか知識とか知恵とか人々が持っているものであるわけですそしてそれを守るというのはかなり複雑なものであります 各定義についいてはは説明はいたしませんし、かし我々の校舎の方ではこれを守ることが使命であるわけです。こういうポスターを出しました、そしてこの無形文化遺産というものを啓蒙するためにこういったものを使っているわけです、非常に体系的に行っております、それから文書化の作業とか、あるいは調査とかを行っております。 しかしいずれにしても私は行事が大好きです非常に楽しいものでありますしまた総合作用というものが刺激されるからですこういったような祝い事というのは過去7年間の間に行われたわけですけれどもこれを一つのプラットフォームとしてそして地域社会とのやり取りそして共通のアイデンティティというものを特定するために使っているわけです我々ジョージタウンの人々はどういうものであるかということを特定するために我々はこういった行事を行っているわけです 毎年私どもの方では、えー、特定のテーマに集中してます、えー、今年は、えー、従来の伝統的なゲームあるいはスポーツということであるわけです日本では、えー、遊びに来てねという言葉がありますけれども、えー、そういったメッセージをぜひ発信したいためにメデオをお見せしますちょっと音を上げてもらえますか ビデオの音を出していただけますか。もう一回試してみます。オーディオを上げていただけますか。まあ。まあ。これも。まあ、文化遺産を守るというのは大変なことであるように、こういったことも起こるわけです。 音が出てくれるといいんですけれどももし音が出なかった場合にはちょっとこういった音を想像してみてください。 ご覧のとおりですがジョージタウンのユニークな3つの要素というものを示したわけですそして5013軒の伝統的な家屋というのがあるわけですまた 共通のアイデンティティを持っている人たちというものが生きた証となっているわけです。非常に民族の多様性あるいは文化の多様性そして言語の多様性があるにもかかわらず共通のアイデンティティというものを持っているわけです。そして文化遺産というものを守るということを語る前にそもそも文化遺産とはどういうものでしょうか。 その言葉を意味しなければなりません一つのアイデンティティというものを感じられるようなものであるわけですそして我々が大事にしているものであるわけですそして我々は先祖から継承したりあるいは我々自身が作り出したものであったりするわけです伝統的なものあるいは近代的なものであったりしそしてそういったものは次の世代にもぜひ移転したいと思うようなものであるわけです有機的なものですそしてコミュニティがすべてです そしてご覧の通りですがいろいろな経歴の人たちが集まっているわけですそしてえ彼らはジョージタウンの文化遺産に貢献しているわけですそして自分たちの持っている知識とか情報というものを最終的なプログラムとか活動とかあるいは文書などに反映させるために橋渡し役が必要であるわけですそのため我々の校者の方ではそういうような橋渡し役を 勤めているわけですまた遺産というものは次世代の人たちに移転しなければなりません我々みんな若いですけれどももっと若い人たちで将来を担っている人たちがいるわけでありますので彼らの言語でもって物事を語ろうとしておりますこれがピンク色のこういったものを着ております私は全然好きな好きな色ではありませんピンクは嫌いです しかしこれはトレンドだということで受け入れなければならないということであるわけです。でボランティアの方々は非常にこの色を気に入っていただいているんです。そして我々のいろいろなこの文化遺産の行事を行う際にピンク色で我々は、うん、祝ったわけです。お金がいろいろと必要です。いろんなイベントでもそうです。幸いにして 全面的に州政府の方から支援してていいただいておりますペラン州政府はたい1,000万円の予算を与えていただきました、えー、大きな金額であるように思うかもしれませんけれどもお金の管理というのは難しいものです43人のプロジェクトのスタッフの人間の給料を払わなければなりませんそして準備期間は120日間だったわけです そしてデザイナーとか制作のスタッフとかあるいはボランティアのトレーニングを行う人たちが必要だったわけですそしてコミュニティの信頼を得ることが大変優れているわけです共通の言語で話すことができるわけです家を回ったりしてそしてどういうゲームを若い頃やっていたかということをいろいろと調査したりしているわけですけれどもこういった人たちを通して最終的な 成果物を出しているわけですもちろんコミュニティのいろいろな団体と一緒にやっております新たに20の団体と一緒にやっておりますしまた州政府のいろいろな方々とも協力しておりますまたもう一つ重要な点としてコミュニティということであるわけですけれども全てが人々を対象としているわけです多文化であり我々はいろいろと異なった文化があるわけでありますけれどもしかしその 違いというものを強調することによって共通点というものが分かるわけです。そしてて過去というものに目を向けて いろいろな共通点というのがお互いに持っているわけですがそれを普段は認識してないわけですそこでチームはいろいろとリソースを集中させいろいろ努力を進めておりますで、今年は伝統的なゲームおよびスポーツということになるわけです前は食物そして前は職人芸だったわけです来年は何になるか分かりませんけれども何かテーマを選びたいと思っておりますそしてこれが終わってからコミュニケティと会ってそしてカラオケセッションなどをやってそして来年の テーマを決める前にいろいろと楽しんだりしますえそして今年は7月の7日、か8日、そして9日、3日間のイベントを開催しましたえそして州政府の方々も招いたわけであります彼らも助けてくれますそれから地域社会のリーダーも参加しておりますさらにいろいろ紹介するクラスとかフォーラムなども開催しております そしてコミュニティも参加者も楽しむことができるわけですそして深い体験を得ることができますもっと重要な点としてこういうようなストリートフェスティバルというものを開いております3時間か4時間続くわけですけど非常にいい雰囲気のものであるわけですどうやってこれを実現するかというとコミュニティの方々に参加していただいておりますこういうゲームを楽しんでおります またゲームの中には各教会とか団体などが参加されているわけです。そして非常に若い人たちも、また高齢の方もな々にも参加していただいております。そして伝統的なゲームというものを楽しんでおります。こういうようなカードを使って遊ぶことができるゲームがあるわけですけれども、非常に革新的な方法で物事をやろうとしているわけです。 でハイテクでなくても非常にクリエイティビティを発揮することができます、えー、そして、えー、7000人ぐらいの参加者は家族単位でやってくるわけですそしてチェスを遊んだりあるいは走り回ったりしてエネルギーをいっぱい、えー、使うことができますそしてフェスティバルの方では我々の方で 世界文化遺産の拠点というものは自動車が入らない場所として選択的に場所を選んでおりますそしていろいろ家を提供していただいている方もいるわけです無償で提供していただいておりますそしてスポンサーにも支援していただいておりますそして我々は参加を促しております 一つのパフォーマンスの後、こういうように人々が集まってきます。そして幸いにして非常に晴れた一日だったわけです。そしてアラーと、それからブッダと、その他の神々に対して祈ったわけです。神様が素晴らしい天候を我々に授けていただくようにお願いしたわけです。で。 プラン B は作らずもうとにかく我々が計画したことを楽しむんだという意気込みでやったわけです一つの課題として伝統的なゲームというものをやろうとした際にはもはや買えなくなったものが多いんです中には市場では今売ってないものもあるわけですえこういうサンプルを持ってきましたえこれは その瓶のの瓶キャップから取ったものですでこういうものを使ってゲームを遊ぶことができるんです。これはあまりお金がかかりません。しかし型破りな考え方が必要です。どうやって伝統的なゲームを新しい世代の人たちに紹介できるかということを工夫しました。しかもその日に終わってしまうわけではありません。てててのののの文章記録といいうううはは残されておりますえそしてこういうのは4つの言語に 翻訳しておりますタミル語、中国語、マライ語、そして英語に、えー、翻訳しそしてこれらは、えー、オンラインでからダウンロードすることができますそして著作権は人々に属するものとして扱っておりますそれからまたこれも一つの方法として参加を促しております、えー、こういうふうにうまくプレイできた人たちにステッカーを与えております そして非常にプレーがうまければステッカーを与えます、えー、そしてまた再びそこに参加していただくように努力しておりますで15個ステッカーを集められるかどうかっていうことで、えー、競い合うわけですそれからチームです、えー、ボランティアに T シャツを与えるだけではなく 文化遺産がいかに重要かということを訴えておりますそしてみんながこれを守ることが重要だということを訴えております彼らこそが我々の将来を担っているわけです、えー、そして彼らに、えー、この地域社会というものを紹介するというのが第一ステップということになるわけですそして直接さらに将来においても彼らが参加していただくように努力しておりますこれが我々の後者のオフィスですぜひ皆様方こちらの 2017年の7月の789というのが2017年のイベントの日程ですこれからも我々の使命というものを果たすことができるようにジョージタウン世界遺産公社の方で努力を続けますご清聴ありがとうございました